です。今回 RMK から発売された秋コスメ、秋コレクションですね。 Obscure Temptation ということでね、ちょっとあどけないよ曖昧な色系というね、コレクションで、もうベリー系盛りだくさんでございます。じゃあ早速始めます。ちなみにね、2色展開で左側が02番です。まあレオ圧倒的01番派だったのでね、こっちにしましたが、02の方がもうちょっとナチュラルかな。去年のね、ローズウッドデイズリームっていう秋コレのね、04番オータムダスクと比較してみようと思います。まあ、今回の方がね、フォーミュラとしてはいい気がしますね。今年の春コレの2色アイシャドウパレットの方に近いかなっていう感じで、レオは今年の方が気に入っております。We went our separate ways, wreak havoc. Your ego was way too hard, you look shattered. I almost cut my finger on your sharp edges. Forget the lies you told, I hope you feel better. I didn't leave because you stopped me, I just pressed play. I bet you choose to stay and the past to say. But wait, how did I?こちらもね、去年ソフトファイアンリペンシルの EX05 番をね、購入したので比較しています。まあ、店員さんがね、おっしゃってた通り、今年の方がすごい滑らかに綺麗に描けるのがわかるかなと思います。アイシャドウとアイライナーでね、メイクしたのがこちらです。もうめっちゃ綺麗ではないでしょうか。まずは、左上のピンクのカラーを全体的に塗りまして、で、右上のマットでね、二重幅を塗り、で、左下のキラキラをね、まぶたの中心、上と下に塗りました。アイライナーはね、上も下も塗っていて、上の方はパキッと色を出して、下の方はね、ほんわりとぼやかして後ろのチップでね、スマッチしました。で、上のラインを右下の一番濃いカラーでぼかしたのがね、こちらになります。まあ比較してみると、こっちの方がふんわりとしながら、キアを攻めれるかなっていうふうに思います。まあどっちも可愛いよね。ちなみにね、さっきやってみたアイメイクなんだけど、左上のね、一番明るいカラーをまぶた全体に塗って、で、下まつげのね、ところだけにね、先ほどのようにアイライナー引いてぼかすって、こういったメイクもシンプルでね、リップが入るかなというふうに思いますが、やっぱツヤ感はね、さっきのメイクの方が綺麗だよね。カラースティックは04番を持ってるので、そちらと比較します。まあね、見た目ちょっと似てるんだけれども、出してみるとこっちのブロンズグローの方がオレンジがかっててキラキラが強めで、今回の限定色の方がもうちょっと落ち着いた感じでナチュラルな色ですね。
まずは EX02 番トワイライトモーブを塗っていきます。このようにね、中心だけちょんちょんと塗って後で指で広げます。こうすると密着力が高いのと、このリップだとね、ふわりね広がってくれてめちゃくちゃ好きですね。はい、これも可愛い。でちょっとね濃くつけてみると、こういう感じで本当にヴァンピーなね、ダークな感じになります。これも色っぽい。次はね EX03 番ビヨンドバーガンディを塗っていきます。こっちの方がまあパープル青みっていう感じではあるけれども、まあ、どっちも青み系でね、はい、こちら濃く塗るとこういうのでね、どっちもヴァンピーだね。シタン新宿店ではイベントやっててね、新作のこちらの新しいリクイドファウンデーションのねテスターもらってきました。まあ色が合ってなくて102番なんだけど、いつもねレオン201番だからね、結構黄み感が強いんだけど、こういう感じでねパウダーいらずのね、ほんとフィット感があって、マットっぽい感じのテクスチャーでしたね。こっちがいつも使ってるレオンのねリクイドファウンデーションの方、これの方がちょっとツヤ感があって軽いつけ心地かな。でもなんか秋口はねやっぱちょっとマットタイプも気になるので、まあ一応買うので、あのちゃんとしたレビューはその時にやります。さっきまでのねメイクをした映像はこちらのね新しい方のテスターを使ってます。はい、ということでねレビューしていきましょう。こちらにね載せてみましたが、全体的にまあ今回のねコレクションは本当リップコンシャスっていうか、もうリップが主役のねものになっていきます。やっぱりこのねデザーリップカラーレオがねもうめちゃくちゃ推しているリップでね、今年のベスコスもうすでに殿堂入りするぐらいの、本当にねこちら、あちょっとライティングがおかしくなっちゃったけど、はい、本当にねこのフォーミュラも良いし、もうカラーもねめちゃくちゃタイプでレオ興奮しております。なので早速こちらのリップカラーから見ていきましょう。まあ EX ね0203買いました。本当はね3色集めようと思って1番もね買う予定だったんだけど、もう唇につけた時にあっちはね本当マダフィセントみたいな感じで、ね、もう本当に超紫で、あのちょっとレオにはねあの肌に合うんだけれども、なんか歯がすっごい真っ黄っ黄に見えちゃって、まあその日コーヒー飲んでたっていうのはあるんだけど、なんか実用的じゃないなっていうふうに思ってしまったので、私はね、2番と3番だけを購入しました。ちなみにね、あの既存色のね、15番をね、装置し忘れたので、ここでやっときますね。はい、15番の方がやっぱりシアーでね、あの既存のこのザ・リップカラーの方がちょっとピグメントが薄め、かなぁと、なんかちょっとこっちの方がシアだよね。で、今回のこの EX の方は、まあ、お店の人から言うとピグメントが強くなっているっていう感じ。私も、まあ、ずっとね、このザリップカラー発売されてから使ってるけど、こっちの方が、その、レオはよくさっき見せたようにね、唇の上にポンポンポンって3点で置いて指でね伸ばすっていうのをやってるんだけど、こっちの方がちょっとなんかマリファイ、なんかマットっぽくなるというか、なんか色素がブワーっと つく感じがしなくもないけどは、まあ、ザ・リップカラーのフォーミュラだなっていう感じで、本当にねこのリップカラー好きな人は好きだと思います。ただし、まあ、コレクション全体的にね見ればわかると思うんですが、もう本当ベリー系なので、あのベリー系青みとかね苦手な人は本当にね今回のコレクションダメだと思いますので、どうしても使いたいっていう人はね、あのコントロールカラーのピンクとかでねちょっとピンクの白身肌を作ってあげると多分うまくいくけど、まあ、レオはねあの地肌がそういう感じのカラーだから、ホットコレクションも肌に合いまくりで、もう多分すっぴんでもういけるなっていう感じのカラーコレクションになってるんですが、まあ注意点はそんな感じ。本当にねこのリップがめちゃくちゃ映えるので、もうこのリップは絶対ゲットしてほしいなっていう風に思います。でまあライナーですね、こちらのライナーはお店の人曰く、その去年さっき装置のしたあのライナーよりもフォーミュラがすごいいい感じになっておりまして、あのなんだっけこれは04番こちらもね、あの既存色として出るらしい、既存商品として出るらしいので、あのまあ今すぐって買う必要もないんだけれども、すごいあの前回よりもスルスルとかけて、あと伸ばしも綺麗だし、
なんかね、店員さんにレベルが違うぐらいこっちの方がいいですって言われたんだけど、まあ確かになっていう感じで、こっちの方がね、多分書きやすいと思うので、去年のね、やつ苦手だった人は、こちら試してみてください。こっちの方がね、アイライナーが書き、上のライン引きが、しやすいかな。まあ、下のラインはね、下まつげのラインは、去年のでも描きやすかったから、レオはそこまでなんか、使いにくさ、去年のは感じなかったけど、こっちの方が確かに滑らかでぼかしやすいなっていうふうに思ったかも。で、カラーはね、レオはね、もうどうしてもこのバーガンディ系のね、ベリー系欲しかったので、これ買いましたけど、一応ブラックとブラウンと、ちょっと赤みブラウンみたいなのが4色展開で出てますので、レオもちょっと買い足そうかなというふうに思っております。こちらも、良い。で、粉物ですね、アイシャドウ。アイシャドウはね、今回は、まあ、ある種、リップありき、本当のコレクションリップコンシャスだったので、このパレット自体もちろん可愛いんだけど、やっぱね、リップと合わせないと、うんってなるかもしれないな。なんか、単純にこちらのパレットね、見た目も可愛いし、本当にね、いいんだけど、結構バンピー系になるので、ちょっとダークな感じ。なので、本当秋っぽいね、感じでいいんだけれども、やっぱなんか、目元を暗くさせるようなね、カラーだから、ポップなベリー系のね、こういったね、リップがないと、ちょっとレオは好きじゃないなっていう感じ、なんか、でも、フォーミュラとしてはいつも RMK のやつで、この、左下の方がちょっとキラキラが強めで、こっちがまあ全体的にパール系のやつで、まあソフト、マットっぽいけど、ちょっとキラキラが入ってて、で、こちらがまあ、若干メタリックっぽいけど、締めカラーっていうものになっております。なんか、去年のよりも色の差がね、全体的にトーンが一緒なので、すごい4色あってもあんまりバリエーションに富んだね、メイクができないはできない。ただ、こちらのね、ライナーと合わせてあげると結構メリハリがつけられるので、でもなんか、ちょっと日によってね、単色で、さっきのメイクはね、これを使ったんだけど、これとこれでね、仕上げてる、もう可愛いし、っていう感じ。まあ、アイシャドウのクオリティはいつも通り RMK の高さだけれども、ただカラー的には結構幅が狭いものだから、楽しむためにはこういったねアクセントカラーをゲットするといいかもしれないし、自分が手持ちのやつでアクセント必要っていう感じかな。本当なんか色的にはすごいふんわりとして女性らしさ感じるんだけど、やっぱり目元につけてみるとちょっとそのヴァンピーさ、ヴァンパイアっぽい感じのね、ああいうダークなところも出してくれるっていうので、今回のコレクションにぴったりではあるんだけれども、うん。まあ、そこだけね、同じようなメイクになってしまうっていう点は注意してください。で、最後、こちらのね、レオの大好きなカラースティックですね。こちらはね、まあ、いろんなところがカラースティック出してるんだけど、やっぱりデパコスっていうところでね、ツヤ感が出るのにすごいサラッとしているタイプで、ブレンドがね、こう、なんかいい感じにいくっていう、なんかブレンドしやすぎるやつもいいんだけど、ああいうのって結構色がねフェイルアウトしやすいんだけど、これはね結構淡いカラーでもちゃんとね色がついて、かつブルーしてくれる、ふんわりとしてくれるっていう点でね、もうカラースティックのフォーミュラ自体は結構好きなんだけれども、今回のね EX01 番はさっき比較したようにブロンズグローの04番と比べてちょっとキラキラが減っていてナチュラルな感じ。レオがつけてみると本当にね自分の血色感と全く同じような色なので、そうだな、なんかチークっていう感じじゃない、なんかチークはチークなんだけど、本当添える感じのチークっていう感じ。まあもちろんアイシャドウとしても使えるけれども、あんま主役になるチークっていうよりは、例えば今回のコレクションのようにリップが主役っていう時のね、統一感、顔の統一感を作るための本当にナチュラルなチークかなっていう感じですね。なんか RMK はね結構男の人のユキさんに変わってからね、レオは結構もうドハマりしておりまして、こんなねコレクションいっぱい買っちゃったんですけど、まあ、今回はまあ当たりかな。ただほんとね、これは似合う人似合わない人多分分かれると思うので、レオみたいなねこんなピンク系のね肌ならね、もう
多分いけると思うけれども、いわゆるイエローベースさんとかはね結構難易度高いようなカラーチョイスになっておりますので、あの一回ね顔を試してみるか、それともまあでも正直一応言っとくと、なんかプチプラでこういったカラー探して似合うか似合わないかって試す人多いと思うんだけど、レオはそれ注意してほしいなっていうのがあって、やっぱりデパコスのこういったねピンク系のピグメントの発色の仕方ってプチプラに比べて全然ね違うんだよね。こういったベリー系のカラーでも、あの本当に例えばスザンヌとかあとアキャメイクで、あそこら辺のねカラーのねあの仕上がりとは全然違うので、意外とねあのデパコスのこういった青みピンクが似合ったりする人もいると思うので、レオはそういうタイプなの。レオはキャンメイクでもねこういったカラーチョイスやられると本当にね殴られた目が真っ暗になっちゃって全然ね本当綺麗に見えないんだけれども、デパコスの青み系だとね結構あのうまくいくっていうことでね、そういうこともあるので、そこだけ、まあ、アドバイスというかは人によると思うんだけど、一応だから レオはそういう人なので一応伝えときますっていう感じかな。長くなっちゃった。そうやってね話してたらこちらのねシルキースフレアハイズが似てるなと思ったのでちょっと装置してました。06番ですね。まあこんな感じで、はい、結構似てるよね。ただレオはねやっぱ RM 系の発色の方がな目に合うというか、あのやっぱちょっとアンダートーンがね違うというか、そういうのがありまして、こっちの方がねなんかちょっと透明感がある。まあ値段がね倍、10倍ぐらい、もうちょっとちっちゃいかな、違うからまあ当たり前なんだけど、一応なんか気になってる人がいるかもしれないので比較を置いておきます。ということでね、今回は RMK のね秋コレクションを紹介しました。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもお願いします。ちなみにねこちらの RMK のためにね100均でこのねバット買ってきました。以上だ。